はいどうも、盗作中ドレンのつくもです。ということで、サノバウィッチ若菜ルートパート10続きからやっていきたいんですけども、今日からね、ちょっとマイクをちょっと新しいものに変えたんで、ちょっとね、不手際があったりしたらすいません。ということでやっていきましょう。ロード画面ですよ。見てください、星名くん、ちゃんと心のかけらが返ってきましたよ。おお、本当だ。これって俺の中にあった分が元に戻ったってことだよね。まだ隙間はあるものの、あやつさんが手にした小瓶は以前とは比べ物にならないほど満たされていた。きっと若菜に能力のことを打ち明けたから、そしてそのことを受け入れてもらえたから、俺の心はようやく埋まったんだろう。はい、他に考えられません。よかった、本当によかった。ごめんね、あやつさん、長い間迷惑をかけて。いえ、迷惑だなんてそんな。星名くんが入部してくれて本当に助かりました。ありがとうございます。それでこれからどうします？え、これからって？今後の部活です。かけらも返してもらいましたし、これは星名くんの心が埋まったということです。ですから無理に部活に付き合っていただかなくても。いや、もし迷惑でなければこのまま続けさせてもらえないかな。少しは前向きになった気がしてるんだけど、自分ではまだ足りてない気がしているんだ。だからもう少し続けたい。あ、はい、私はもちろん構いませんが、大丈夫ですか？大丈夫って何か？カリアさんです。心が埋まったのはカリアさんとうまくいっているからですよね。なのに部活を続けたりしたら、すれ違いですとかそういうことが心配になって。ああ、そういうことなら平気。ちゃんと話し合って俺が部活を続けたいってことは伝えてるから。その代わり埋め合わせの時間も作るようにしてるしね。埋め合わせっていうとちょっと失礼か。まあ恋人同士の語らいの時間かな。おっそーい。悪い悪い、帰り際に相談者が来ちゃって。でももう平気だから。それじゃあ行くよ、早くしないとキャンセル扱いになっちゃう。あ、ギリギリ間に合った。ああ、ちょっと練習を始める前に一休み。走りすぎて疲れちゃったよ。やっぱこのね、若菜ルートではそのベースをね、やっぱ続けるんですね、これからも。さすがに俺もちょっと疲れた。二人でパイプ椅子に座る。これが俺と若菜の二人だけの時間。結局俺はベースを続けることになった。といってもパーティーのような目的があるわけじゃない。あくまで若菜と一緒に過ごす二人だけの時間だ。個人的にベースは楽しかったし、そういうのも悪くないと思っている。さすがに練習時間は以前よりもかなり減らして、あくまで自分たちのペースでって感じだけど。ところで、私が出した宿題、ちゃんとやってきた？一応、やってはみた。その歯切れの悪い物言い、さてはできなかったな。本当に練習はしたんだぞ。けど、どうしても最後のフレーズがさ。言い訳しないの。じゃあ、とにかくやってみようか。休憩はもう終わり？息を整えつつ、チューニングもする感じかな。了解。俺たちは楽器を取り出し、音を合わせていく。ちなみに俺のベースはカイドウの知り合いから安値で譲ってもらった。本人は新しく購入者らしく、快く OK してくれた。しかし、こうして二人でスタジオにいると、パーティーの直前を思い出すな。何昔を懐かしむみたいな言い方してるの。まだついこの間の話でしょうに。そうなんだよな。ついこの前の話なんだけど、それ以降に起きたイベントが濃かったからかな。ああ、それは確かにあるかも。というか、ごめんね、修二。なんだよ、いきなり謝られたらビビるだろ。あ、いや、ほら、二人で練習してた頃、
私緊張とか気まずさとかあって嫌なオーラとか出してたかも。別にそんな謝られるようなことはなかったぞ。あとずっと遡って子供の頃とか、私の気持ちが修士を傷つけてたかもしれないから。それは若菜のせいじゃないよ。俺が子供だっただけだ。それにさ、若菜が言ったんだろ、結果良ければ全てよしって。今こういう関係になってるんだからそれでいいだろ。うん、ありがとう。俺の方こそありがとう。この学院で再会して俺に話しかけてくれて。今の俺があるのは若菜が話しかけてくれたからだよ。そっかならよかった不意に、和やかな空気が流れる。安堵し喜ぶ若菜からは爽やかな味が伝わってきた。そして向けられる優しい眼差し。好きだよ習字。ああ、この気持ち、若菜のこの気持ちを言葉としてだけじゃなく五感で感じられる幸せ。そう思うとこの力もそんなに悪いものじゃないのかもしれない。むしろ俺を救ってくれているぐらいだ。俺も好きだよ若菜うん、相手の気持ちがわかる。確かにそれは特殊かもしれない。けどそれぐらいならたとえ力がなくたって相手と心をつなげることができる。例えば今俺たちの手の中にある楽器で分かり合うこともできる。だから俺はこのコンプレックスからもう逃げない。ちゃんとまっすぐ見つめて受け入れて生きていける。さてと、チューニングも完璧だな。それじゃ合わせてみよっか。Yeah.
茶の間ウィッチ。はい、ということでね、ちょっと切るところが前回悪かったかなっていうのはちょっと思ったんですけども、ちょっとね、最終パート10分ぐらいの短い、動画となってしまったんですが、すいません。ということでね、まあカリアルートはちょっと短めなんですけども、まあそうですね、まあやっぱカリナは可愛いですね、普通にね、可愛い、まあ悪く言えば山がない、打つ展開がないっていうかね、まあ、見ててね、すがすがしいというか、まあ何も気憂なく見れたルートでしたね。はい、ということでね、次からはもうね、次からはっていうか、あとはシーバさんとアヤツさんのルートだけになったんですけども、次からはシーバさんのね、シーバ紡ぎルートパート1を、やっていきたいと思っています。アヤツさんはね、まあ鳥に残してます。はい、ということでね、今回はね、以上となります。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。